ホームから見た南側の東京メトロ、詐欺沼車庫、詐欺沼駅に隣接している。手前から3本目の線路の奥方向が車庫につながる。地図詐欺沼車両基地は神奈川県川崎市宮前区大田一丁目にある東京地下鉄の車両基地である。半蔵門線の車両が所属している。もともとは東京急行電鉄所有の建築であった。 詐欺沼車両基地は、詐欺沼駅南東部に隣接した敷地面積67,133平方メートルの車両基地であり、詐欺沼建築、詐沼工場及び詐欺沼車両事務所で構成される。もともとは、東急田園都市線開通と同時に開設された、東急所有の建区であったが、相互乗り入れ相手の半蔵門線が線内に、 車両基地を設けることができなかったため、東急が1979年7月に長津田県舎区駅のを移転し、跡地を東京メトロの前身の低都高速度交通営団が譲り受けたものである。その名残として、詐欺沼県舎区から田園都市線本線をまたいで、上り線側にある留置線は、東急の長津田県舎区詐欺沼車庫として残されている。 東京地下鉄の乗り入れ先の路線上にある車庫としては、千住県剣竹の塚分室に次いで2番目である。日本の地下鉄で乗り入れ先に車庫を設けている例は、他に大阪メトロ、堺筋線の東吹田県車場がある。半蔵門線で使用されている車両の収容、月検査、列車検査及び各種作業を行う。工場は年月日から、 暫定的に、詐欺沼建築が担当していた、車両研修業務が、1983年10月1日に、分離独立し発足した。これは、当時の A 団地下鉄の検査周期は、重要部検査は2年以内、または、走行距離30万キロメートル以内、全般検査は4年以内であったためである現在、半蔵門線、日比谷線車両の定期検査を行っている。 日比谷線車両は従来戦時工場で定期検査を行っていたが2004年2月に詐欺沼工場に統合された日比谷線の車両は通常は中目黒駅から東急東横線東急目黒線東急大井町線東急田園都市線を介して改装される AB 定都高速度交通営団60年の歩み営団地下鉄 車両2000両の歩美ピアニッシュも138から140.223。日比谷線の新型車両13000系は関西風味 ?03 系が30年で引退するわけ日系トレンディネット2016年9月6日。ありがとうございます。